投手は1ヶ月以上勝っていません。2回相川に失投を完璧に捉えられました。3号スリーランで先制され、今夜も重い空気に包まれます。打線が6回打ちあぐねてきた巨人の先発高木隼人を攻めます。逆転されるんだ。ピッチャーなんかも何回も来ました。打率1割台ながら高木との相性の良さを問われたルーキーが期待に応えました。同点に追いつきます。チャンスが続き代打の下園